今回は腕について話していきたいと思います。腕について、はい、いい腕してるじゃないよ前回までちょっとグリップやったんだけど、はい、でその中でちょっと大事にしてることが、はい、グリップ握った時の腕の形、はい、どういう形が理想なのかっていうのをね説明していきたいと思います、はい、いろんなグリップがあると思うんだけど、はい、スクエアスクエアでここの腕も説明していきたいと思いますね、はい、あスクエアスクエアでこうやってグリップ握りましたと、はい、でこの時に、まあ、大きく分けたら2タイプ腕の形があるんだけど、一つはねこうです。おお。でもう一つのタイプがこうです。あ、内に絞る、はい、みたいな感じですか。これも簡単に言うとね、絞ってるか絞ってないか、はい、うん、でどっちがいいかっていうと、まあ、僕の経験からいくと絞ってる方です。おお、はい、人によってちょっとそれができないタイプもあります、もちろん。あ、まあ骨格上とかですかね。骨格上、それと可動域の問題ね、筋肉がこう硬い柔らかいとかね、はい、やっぱり締まってると動きづらいっていう、ね、うん、そういう人たちにとっては逆にこう肘をこうね、うん、外に向けて結構こう余裕があるやつの方がいいタイプの人たちもいます、うん、でじゃあなんでね、はい、私は絞る方がいいのかっていうと、うん、やってもらうと分かるんだけどね、はい、こうやって持つじゃない、はい、外に向けて肘をね、はい、これ絞ってないのね、はい、外に向けてゆっくりクラブを下ろしていくと、はい、どこまでも降りてグリップエンドの体にくっつきます。おお、はい、なるほど。でも絞って同じように、はい、ゆっくり下ろすと止まります。はい、ここでブレーキがかかります。要するにここね、ここがすごいこう窮屈になってくるんですよ、うん、でも肘が外向いてると全くないんですよ、はい、それ。窮屈なのが正しいということですか。窮屈なのが正しいっていうよりも、そうね、あの人によっては違ってくるからね、うん、まあ、僕にとっての、まあ、基本に近い形っていうか。なるほど、うん、でじゃあなんでここが窮屈なのがいいのかっていうと、はい、くっついてる面積、はい、胸の面とこの腕がくっついてる面積が大きければ大きいほど、はい、こう腕と上半身が同調しやすい。うん、なるほど。こうやって脇が開いてて、はい、肘が緩んでると、はい、こうやっていくらでもこう手だけでこうやって触れる。ああ、まあなりやすいですよね。こうやってでも絞ってて、はい、ここくっついてる感じが強いと、はい、それできないんですよ。ああ、どうしても回さないといけなくなる。もうその上げ方が同調してる感じありますもんね、はい、なのでこういう遊びとか緩みとか、はい、そういったものをなくすためには、はい、ちょっとこの肘を内側に少し絞るっていう、ね、おお、なるほど。僕はよくこう肘のくぼみが、はい、ちょっと正面向くよっていうぐらい、おっていうところで形を整えてもらえればなと思います。はい、ツアープレイヤーの人たちも結構こういう人たち、こういうタイプの人たちが多いです。おお、こんなの見たことないかな。あの、例えば今慎太郎の方にね、僕が打つとするじゃない、はい、そしたらティーグラウンドで、はい、こうやってクラブ握ってて、はい、おお、いますね、こういう仕草を、はい、ね、こう打つときにとかね、うん、ルーティンしてる人いますよね、はい、います。あれね、確実に絞ってるんです。おお、なるほど、はい、確実に絞ってここの感覚をちょっとこうね、なんかこう感じてるんですよ、感じ取ってて、はい、そしてセットアップにこう入ってるんでね、はい、なので皆さんもね、ちょっとそういう入り方から、はい、ちょっと真似てもらってもいいですし、うん、まあ
ちょっとそこができない人は少しここにこう手を持ってきた時に、はい、こうね、うん、くぼみが正面向いた状態で、はい、スクエアグリップだったら真横から当てる、はい、外肘が外を向いてる感じで当てるんではなくて、はい、くぼみが正面向いた状態で当てて握るっていう、ね、なるほど、うん、こういう形をやることによって、はい、まあ腕と上半身が、はい、同調してくれます、うん、それによってすごくこうタイミングが合いやすいです、はい、であと余計な動き要するに力も入れづらくなってきます。うーん、なるほど、まあ、そういったところもね、はい、まあ、もう本当に細かいことを今言ってるんですけど、ぜひね、あのちょっと皆さんの、ね、少しでもレベルアップに役立てばなと思いますんで、ぜひ、やってみてください。